あみにこんにちは私は明日天気になると信じているとか、私は彼の正体を知っているとか、私たちは普段信じている、知っているという言葉を使います。知っていることと信じていること、似ているような言葉ですが違う言葉です。本日は知っていることと信じていることの違いと私の感想をお伝えします。知っていることと 信じていいるこことの違いはこちらです知っていることは事実に基づいて認識していること。信じていることは信じている人の経験や価値観などに基づいて認識していること。知っていることは客観的で確実性が極めて高いこと。信じていることは主観的で確実性が高いこともあるがそうでないこともある。 いかがでしたでしょうか知っていることと信じていることの違いを簡単に言うと、知っていることは客観的で確実性が高く、信じていることは主観的で確実性は必ずしも高くはないということです。逆に言えば、知っている、信じている。この二つの言葉を使うのは、ケースバイケースです。例えば、私は次のアメリカの大統領がトランプ氏だと知っている。このように言ったら、 預言者なののももししくはただのホラ吹きと思われれるかもしれませんこの場合はあくまでも主観的な判断なので私は次のアメリカの大統領がトランプ氏だと信じているという方が適切ですこの世界は知っていることと信じていることが混在する世界ですただ自分にとってポジティブなことに関しては信じた方がいいしネガティブなことは信じない方が 幸せになれるように思いますけどね。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。